どうも、デンです。また船橋の3番線に行ってきたので、また動画撮ってきました。結構いつもより朝早くない時間に行ったんですけど、結構日差し強くて夏っぽく、なんかこう夏って感じでした。よかったら見てください。どうぞ。The sky turns gray against a fiery display of red and golden hues like the day I felt for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you. Won't you answer my call? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across an ocean of sheet. この前おすすめじゃないけどアイテム紹介をちょっとなあなあにしてたんでちゃんとやります。前回おすすめしてた自動の空気入れなんですけど、最初の数値今 15PSI で点滅してると思うんですけど、車の市外に、配線挿して、このボタンを押すだけで、で 15PSI にやったら自動に止まります。でこれがあると空気入れ、手動だと結構疲れてしまうのですごいおすすめです。であともう一個おすすめで、まあ、あともう一個このサップの入れ物として使ってるんですけど、これがあると意外に便利です。であともう一個おすすめしたいのが、これなんですけど、よくサーファーの方とか使われてると思うんですけど、この中に鍵を入れて、車の鍵を入れて車につけると、鍵持ってかないでもいいので楽なのでいいと思います。多分4000円ぐらいだと思います。プチームみたいな感じだ。はい、ありがとうございます。ユニフォームでお揃いです。チームのユニフォームです。ユニフォームです。欲しい人そのうちネットに上げときます。The wind it chills you right to the bone. And soon we'll say hello to evening snow. So what will you do when the air gets cold? Won't you quicken your steps and hurry on home? Don't you wanna get cozy with me?見ての通り全然波がないんですよね。すごくないですか。結構で今ここすぐ当たってこんだけしかないです。で朝来るとすごい幻想的に見えたりとかする時もあるんで結構いい感じです。で自分今は水陸両用のキーンのサンダル履いてます。どなたかあれからサップ買った人っています？なんかこの前幕張の海でもしてきたんですけど、すごいサップしてる人が多くて、何人ぐらいかな、多分20人ぐらいやってる人がいて、今年やっぱりやってる人が多いのかなって感じてます。結構去年とかもサップ買おうとして在庫がなかったりとかして買えなかったりとかしてる人もいたので、意外にちょっと早めに買っといた方がいいとは思います。
で 今買えばまだねあったかいんで、これからどんどん暖かくなるし、多分気持ちよくできると思うんで、別に海でこうなんて言うんだろう、立ってガチガチスポーツ的にサップするとかじゃなくても、こういうところでまったりサップしてもいいし、なんかこうジャングル的っていうか、どっかの湖とか川で、緩やかな川とかでやってみるのも面白いと思うので、ぜひ皆さんやってみるといいと思います。であと多分東京からサップしたいっていう人とかも多分いると思うんですけど、多分東京からここまで、まあ、東京の場所にもよりますけど、例えば渋谷ら辺から多分朝とかだったら多分1時間もかかんないで車で来れるとは思います。なのですごい近くでサップできていい場所だと思います。であとこのリーシュコードなんですけど、いろんなタイプがあると思うんですけど、自分は腰に巻くタイプを使ってるんですけど、まあ、サーフィンの方とかみんな足を使ってると思うんですけど、サップの人は結構腰巻きの方を使ってる人が多いみたいですね。やっぱり足にあるとなんか邪魔っていう風に言ってる人とかいました。なので意外に腰巻きの方が便利かもしれないです。で、あとは自分はなんとカーボンパドル使ってるんですけど、結構カーボンじゃないパドルとか、これ多分 400g ぐらいのものだと思うんですけど、カーボン360ぐらいかな、カーボン製じゃなくないものとかだと結構やっぱり重くて、長時間漕ぐとかになると結構、まあ、筋肉つけたいんだったらいいと思うんですけど、大変だと思います。重くて何回もやっぱり漕ぐ作業になるんで、なので意外にちょっと高いんですけど、まあ、初期投資として長くやるんであれば買った方がいいと思います。で、あとここなんですけど、レッドの場合、レッドパドルの場合はここに GoPro のモードを最初からつけれるようになっていて、漕いでるところとか撮影とかできたりするんで面白いと思います。あとはそんなもんです。で、ちょっと今小山さんが結局フィン取りに行っちゃってるんで、時間あって話してる感じなんですけど、結構海とかでサップしてる人とか結構なんだろう、ガチ勢っていうか、結構ガッツリ本当漕いでガッツリ運動してるみたいな感じなんですけど、自分別にシットダウンパドルボードでもいいぐらいで、もともとカヌーとかカヤック欲しかったんで、なんかいろんなところに行って乗りたいなと思ってて、なんだろう、ジャングルクルーズ的な川とか海とか、なんかそういう、まあ、海は穏やかとかでも別に、まあ、たまには運動とかでもいいんですけど、なんかこうなんて言うんだろう、ディズニーランドのジャングルクルーズみたいな、あんな感じでなんか冒険する感じとか、なんかドキドキワクワクして、ね、初めての場所とかだったらなおさら面白くて、あとはこういう、まあ、今サンバースもそうなんですけど、なんか普段やっぱり味わえないような見れない景色でサップってできて、なんかそういうのってなんか日々の日常の生活からちょっと離れて現実逃避して、なんかこうゆっくりできる趣味なのかなと思ってます。皆さん最近コロナ大変ですけど大丈夫ですか？ね、結構飲食店の方とか大変そうなんでね、早くなんとかなるといいんですけど。で、一応なんか渋谷、昔渋谷で撮った動画、この前アップしたんで、渋谷の交差点で人がいっぱい歩いてるんですけど、コロナの前なんですごい人と活気があって、なんかこう楽しそうだなって、なんかちょっと切なくなっちゃうんですけど動画アップしたんで、それもよかったら見てみてください。Oh, winter makes me sad, but with you to hold and have. はい、
またなんか楽しいものとかいいものとかいろいろあったら動画アップするんで見てください。いいねボタンやチャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあね。Take you up and boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart.